Hello, 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 hello. Good morning, good evening. Do you believe in magic? テラメテル学園英語教師のノピチルーベです。おはようございます。現在、マーカーは朝6時半でございます。あれ、6時半？何時に起きたんだ今日？今日は5時45分ぐらいからアラームをセットしておきたんだ。そうだ。こんのぴ、こんのぴー。こんのぴです。起きれて偉い。ありがとう。こんのぴです。ナイトボットくんも仕事してくれて偉い。こんのぴー。眠いですか？ちょっとだけ眠いけどね、だいぶ目は覚めた。顔を洗って。早起きさん？いや、今早起きチャレンジしてんで、ずっと一週間。ツイッチで配信してたんだよ。してたんだよ。初日も YouTube でしたんだよ。You do sound more sleepy than yesterday?Okay, so we hit the 5 a.m. 5 a.m. range. So, 知ってます？あ、知ってた？ So we're finally in the 5 a.m. range, so... And I was getting really sleepy last night. 昨日の夜すっごい眠かったんだけど、その時寝ればよかったんだけど、なんか、あとちょっと、あとちょっとつって、その一番眠いピークを超えちゃって、ベッドに入る頃にはそんな眠くなくて、普通に漫画とか読みながら寝ちゃった。そう、でもね、漫画、久しぶりに漫画読みながら寝落ちした。最近それが全然できなかったから。おいおいおい。皆さん、来季やっとりますか？ちょっと待ってね。化粧水したんだけど、ちょっと時間がないから最後の、モイスチュライザーだけつけさせて。モイスチュライザーって日本語でなんだっけ？モイスチュライザーは日本語で、クリームか。保湿クリームみたいな最後のだけつけさせて。てかみんなゲーム音聞こえる？今 BGM がないからか、ゲーム。よいしょ。乳液ではないな、これは。多分保湿クリームだと思う。うん、一番最後につけるのって何？保湿クリームを。ゲーム音はね、流れてはずらなきゃ、多分ゲーム内自体にね、何もないんだと思う。今。何もやってないから。
よし。化粧水、美容液、クリーム。そうそう、今クリームやる。ちょっと、急いでるから今日はいつもの美容液とかなしで、化粧水だけ、化粧水、クリームだけで終わらしました。よいしょ。最近泣いてもらってもあと1週間ですね。頑張ります。本当であと1週間でみんな本当に頑張ってくれてありがとう。一昨日だっけ中間、発表みたいなのがあってさ。中間発表みたいなのがあって。すごいよみんな。上がり具合がすごいって。BGM ないから BGM つけようか。寂しいね。よし、BGM の感じ大丈夫かな？よしよしよし。じゃあこれでやりましょうか。ノペリア同盟頑張ってます。ほんと頑張り、頑張ってるよ。ほんとみんな頑張ってるよ。すごい。上がり具合がグーンって。I believed in you guys. Alright.仕事でちょこちょこしかできてないけど、最後まで頑張ります。ありがとうございます。本当にみんなもね、忙しいのにね、毎日ちょこちょこやってくれて本当にありがたいです。ありがとうみんな。で、ちょっとね、さっきね、配信前にね、朝の通知を、やりきってたんだけど、ちょっと、それを、もうちょっとやりましょうか。みんなのね、お城を見たいので、どうやってやろうかなと思ってたんだよね。お研究もしよう。こんのぴです、こんのぴです。今日はね、来勤やってきますよ。みんなのお城も見ますよ。We are Nopilia. OK. ちょっとね、ちょっとね、最近ね、今日の来勤配信するよって言った時にね、なんだ。チャットの方でね、みんないろいろなんか作戦会議立ててんなーってね、気がついてはいたんだけど、ちょっとなんかネタバレにしたらあれかなと思ったから、あんまり見ないようにしてたんだよね。これスキップしちゃう人みんなわかる？気持ちいい。これ全部何一つ読んだことない。ちゃんと。まず漢字がいっぱいあるし。こんな感じでやってます、いつも。よし。最近でお引っ越ししたんだよ。みんなお引っ越しもしたかな？ You still have a lot of fog to clear, so いっぱいまだ気にある。でもこれでもね、頑張った方なんだよ。あら。I'm trying, but I still have a lot. いっぱいあるでしょ。でもね、霧で晴れた、家とか、洞窟はね、できるだけチェックしてる。OK。みんな読んでる？偉い。あのさ、これあるじゃん。これ？ほら、見て、この正解率。適当にやってるからさ、一番いいの、前回じゃん。10分の5。めっちゃ適当にやってるから。なんか知ってるやつは、やってはいるけどもちろん。わかんないやつマジ適当でやってる。よし、じゃあ。わ、みんな送ってくれてる。わ、すごい。じゃあ、上から行こうか。すご。みんなありがとう。す
ごいすごいすごい。そうだね、じゃあみんな今ね、コメント欄にいる方を優先にしていきたいのでね、リアルタイムでこの、なんだ、ノピリア同盟のここのチャットにね、自分の、やつ、こうやって送ってください。今から見に行きます。ちなみにね、まあ、ちょっともうちょっと見せるか、ノピのレイアウトこんな感じですね。もうノピはもう効率を優先しましてね、最初の初日の1時間以内ぐらいにね、いっぱい装飾あったじゃん。なんか、これ道路とか、木とかあったじゃん。全部消しました、1日目から。全部端に寄せて、真ん中開けて、で、初日にこれ、初日ぐらいにこれ書いて、それからレベルアップしてるから、広くなったんだけど、そう。よしよしよし。あれ、なんか今見た、なんか見たぞ、今。すごい、ピノ？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 ノピーね、あれやと可愛い。チューリップじゃん。すごい、これ昨日やったのみんな。あれでも今日？可愛い。ありがとう。え、今もやってる？Take a look outside the city。あ、やっぱなんかね囲んでるなと思った。ピノ？ピノ？かわいい、みんな、ありがとう、すごい。え、すごいね。すごい。え、でもちゃんとチューリップまで来てて。かわいい。じゃ、ノピも。あ、ここにウィン、あれ、ノピリアがちょうど見えるじゃん。いいじゃん。いい感じ。え、ちょっとかわいい。それ、スクショ撮っとこうか。ちょっと撮っときましょう。よしよしよし。あ、保存しよう。よし、ありがとう、みんな、かわいいね。大変だったでしょ。このチューリップがね、なんか、ちゃんとチューリップっぽく見える形にするの大変だったね。肉まんとピノ。肉まんとピノ？これ肉まんなの？肉まんっぽい感じか、この形。いや、でもやっぱチューリップっしょ。チューリップっしょ。すごい、みんなありがとう。うわ、フェアリーダーさん、あ、アーガスパこのピア、初コメ&初スパチャ？え？両方初めて？ありがとうございます。いや、フェアリーダーさんね、確かに、最近ね、名前ちょこちょこ見たこと、見るなと思ったけど、確かにコメント欄では見たことなかったかも。初配信から見てますが、なかなかライブに来れなかったので、今日は溜まった分、募集します。ピノの犯人です。マットゴリラに歌配信待ってます。PS、来金最後まで頑張りましょう。ノピリア同盟ファイト、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当に最後はね、泣いても笑っても、みんなでね、こうやってね、何かを一緒に頑張ってやるっていうのがね、初めてだから、いい思い出になってるし、最後はね、どうなったとしても、いい思い出になるなって、ノピはね、もうね、今からもう、今でも自信持って言えます。みんなとの、前にも言ったけどね、この、今回のこれはみんなとの初めての共同作業だから。すごい、ありがとう。ノピ引っ越したところがさ、ちょっといい、この山に囲まれてた、ちょっとやりにくい場所だったでしょ。全然そんなの考えてなくて。うわ、セッキーさんも、赤そびんと、幹部さんありがとうございます。あと1週間頑張ろう。いや、本当にね、幹部の皆さん、本当にありがとうございます。大変だ。いろいろね、まとめるの本当に大変だと思うんだけどね。本当にありがとうございます。ちょっとね、ノピもね、時差があるからさ、ちょっと幹部の皆様に本当にお任せ的な感じになっちゃって、本当に申し訳ないんだけど、本当に、助かってます。ありがとうございます。いつもね、安心して寝れてます。ありがとうございます。はい、ありがとうみんな。野蛮人は入りたいのかな？あ、ここに？野蛮人ね、ここにいる。レベル14結構高いやん。で、ちょっと、じゃあみんなのね、早速お城見に行こうか。だね。これ、毎回チャット開けるとね、下に行っちゃうんだよね。
ここで止めてくれてほしい、止めてほしいよね。でまずセッキーさんから上から行きます。セッキーさんのお城見に行きましょう。お、すごっ。え、ウェルカム、ウェル、ウィンラブノピ、え、すごい、ウェルカム、すごい、ウェルカムメッセージまであるじゃん。え、かわいい。これチューリップとハートかな。え、すごい。え、凝ってる。ここのさ、ハートができるところ金にしてておしゃれじゃん、めっちゃ。あ、待って、この木もハートの形かわいい、おしゃれ。あ、ちょっと待って、 BGM がなんか二重になっちゃうね。なるほど、お家に行くとに BGM がこうやって流れるんだ。大丈夫かな、 BGM うるさくない、みんな大丈夫、大丈夫そう。よしよし、眺め見やすいね、本当に。あ、斜めって、ん？斜め？ BGM 大丈夫？ありがとう。え、すごい。こういう系なんだね。こう、角に詰めて、ここにやるって感じね。すごい。で、なんかちょっとお城は、なんだ、ヨーロッパ系の感じだね。いいね、おしゃれ。え、これ何？あ、クリックはできないのか。なるほどね。すごい、可愛いです。ありがとうございます。このね、植物を使ってね、形を作る人がね、いてね、あ、そういう発想もあるのかって思ったよ。可愛い、ありがとうございます。本当に。え、ちょっとこの青い、ヨーロッパ風の建物おしゃれだね。のぴ全然そこら辺、カスタマイズしようと思ってないから。なんだ？メインのお城をさ、アップグレードするときに来るやつをそのまま使ってる。これ、あ、これか。これね。探索しようか。ちょっと時間かかるから。探索。探索ちょっとしよう。そこ病院です。そう、病院？病院じゃないよ。病院？のびのね、最近の探索の。あ、待って、探索っていうか。あ、これか。探索の。のびの効率的探索できるかな。いろいろ切り晴らしすぎて微妙にできないんだよね。こうやって通るところに切り晴らしてくれるようにできるだけしてるんだよね。二重でこうやって通るときに切り晴らしてくれるように、だからこのね、まばらなんだけどさ、国によって違う。あ、そうなんだ。あ、病院、これ、のび、これ病院。で、これが生徒。で、次の方見ましょうか。よしよし、はい。じゃ、レミさん。お、お、すごい、のび、ゴーとすごい、え、ヤギじゃん、え、すごい、ヤギ作るの大変だったでしょ、すごい。かわいい。あ、で、これもね、ハートっぽい形になってて可愛いです。すごい、ちょっと、アジアテイストのお城なんですね。あ、タイミングが間違ってた。すごい、ゴーチ、ありがとう !Thank you! なるほどね、こういうレイアウト。これさ、でもみんなアップグレードした時にさ、微妙に端っこにスペースできるからあれだよね。動かすの大変だよね。かわいい。ヤギが本当に綺麗にできててすごい。かわいい。このね、ドット絵が大変なんだよね、地味にね。あ、ちゃんとゴートの後に点々が一個ずつある。すごい、ちゃんと。わ、夜になった。え、夜になるとお花って青っぽく見えるんだ。綺麗だね。これ桜かな？桜っぽいのが青くなる。木でチューリップ。あ、そういうこと？チューリップ、木でチューリップか。なるほどね。ここが下が、葉っぱの方で。そういうことか。なるほどね。なるほど。かわいい。ありがとうございます。かわいい。いや、このゴートすごい。ちゃんと真ん中にね、このヤギの顔やるのがおしゃれだわ。選んでる文明が日本だからそういうお城になります。なるほど、そっか、そっか、のっぴ最初中国を選んで、効率を選んで中国にしたから、なるほどね。あ、自分の中国ってことか。全然気がつかなかったわ。ありがとうございます。とか、確かにのっぴもアジアテイストだったわ。
全然そんなの気にせずやってたわ。よし。次の方。おー。おー。よしよし。はい。鏡餅さん？鏡餅さん。お！あー、すごっ！のっぴすごっ！待って、顔じゃん！のっぴの。すごいすごい。すごっ。すごいかわいい。ちょっとなんかゲームのキャラクター、なんかあのピクセルのさ、ゲームのキャラクターっぽくてかわいい。ちゃんとね、アホ毛もあって、帽子もあって、あ、ここが、あの髪の毛のとこだね、きっと。あ、でもピとか、ん？ピ、あ、そういうわけじゃないのか。でもピと、ピの丸となんかつなげてて、髪の毛っぽい。かわいい。すごっ。いいですね。かわいい。So cute. ありがとうございます。かわいい、ほんとに。これどんぐらい時間かかるのかな？よし。でもさ、のぴもさ、のぴもさ、見たじゃん、みんな。のぴにやって書いたの。あ、文字だけだったから？そんなにすんごい時間かかったわけないけど、このあがどうしても、あがどうしてもこれあなんだけど、なんかおみたいだよね。点がないおみたいな。あが難しすぎて。あが難しすぎて。10分ぐらいでできちゃうあれ？本当に？早すぎ。10分ぐらいでできちゃうの？あが、どうしても。よし。じゃあ次の方、春猫さん。おお、音楽、わ、なって、ちょっとチューリップか。ね、すごい。再現度これもすごい。のっぴ、かわいいね。すごい、なんか、音楽が、いいね、なんか。あ、ここにお花もあって、かわいい。夜だから、全部が青っぽくて綺麗。スカイマーちゃん。これは、のっぴの使い魔っていうか、相棒ですね。いいんですね。でも結構みんなもさ、端に寄せて、言い方悪いけど、無駄なものがない。無駄な木とかがさ、端っこにあったりとかしないね、みんな、やっぱり。みんな端に、全部建物寄せて、で、空いたところに、いろいろやってる感じだね、やっぱり。うん。チューリップかわいいですね。チューリップくんも喜んでますね。喜んでます。ありがとうございます。かわいい。うん。あれ何これ雪降ってる？ん？雪降ってる？雪初めて見たかもしんない。雨はね、ちょこちょこ見るけど、あれこれ雪だよね？これ飛んでんの。見えるみんな。あ、効率派。みんな効率派ですね。文字が上手。本当に。のとぴがね、割りかしね、書きやすい。あ、でもちゃんと、太くから細くやってるね。のぴはもう一本でやってるから。でもこうやってやった方がちょっとおしゃれだね。太く、ちゃんとのって書くときに、上から太く、シュッって感じを再現しますね。ありがとうございます。ほら、のぴ一本。一本です。じゃ探索しますか。はいはい。次の方。やいやいさん。うわ、すごい！Do you believe in magic? すごい！みんないろいろやってる、すごい！ Do you believe in magic?すごい。で、ここのマジックが、すごい！M が伸びて、ノーになって、ノーピーで、ちゃんとチューリップくんもいて、すごい。あ、すごい。で、このね、このちっちゃい、キラキラなのかな？これキラキラを再現してくれてんのかな？すごい。かわいい。あ、でも、やいやいさんは、この、装飾をいい感じに、こちらばめて、やってますね。早くちょっと、朝になんないかな。
夜もいいけど昼間の色も見たいんだけど。文字でいっぱいになっちゃったので食べ物少なめです。え、全然建物ちゃんとね優先してくださいよ。確かに建物少なめだね。大丈夫、これ足りてる？いいね。みんなこのさ色の分け方上手だね。このピの丸がこれだったり。英語でやるのすごい。え、でもさ絶対日本語より英語でやる方が楽でしょ。ひらがな絶対大変だって。あみたいにさ、でも英語の方がわりかしドットで書くの上、やりやすいと思う。ちょっとね V とかね、これ斜めのあれがちょっとやりにくいかもしれないけど、すごい。 Do you believe in magic? Do you believe in magic? ありがとうございます。すごすぎる。すごいね、みんなね。すごい、みんな気合い入れてくれたのは、すごい伝わります。長文、本当に長文だね。この、伸びてるのがいいね。のーぴ、マジック、のーぴ。V とか Y が難しかった。そうだよね、V の斜めとか、ここのね、でも全然綺麗に読めますよ。すごい。え、でもここのね、ここの、チューリップのジグザグも難しいよね、きっとね。でも、綺麗に見えます。ありがとうございます。場所限られてるのにこんな文字書けるのすごい。本当だよね。書くっていうよりも場所を決めるのが大変な気がする。地味にそっちの方が。そんなことない、みんな。だからね、モノピは本当に端っこに寄せてやったね、最初は。こうやって、おしゃれにね、文字を建物に混ぜるっていうのをやる発想なかったわ。もう、文字を書くだけのスペースを作ろうって感じだった。ありがとうございます。ちょっとこうやってね、離れさせるのおしゃれだね。なんかメインはここで、でもやっぱりお城は離らさせてって。こうやってやった方がおしゃれだね。うん。都市集、都市編集画面。え、そんなのあんの？ありがとうございます、やいやいさん。そんなの、Oh my god. Holy shit. 待って、こんなのあったの知らなかった。なるほど。なるほどですね。これを使えばやりやすいんだ。すご。全然知らなかった。ノピリアは都市編集画面でシェアしてます。なるほどね。なるほどね。なるほど。はい。じゃあ次の方。行きましょう。ドン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 。しげときさん。おお、すごい、しげときさんも、のぴ、do you believe in magic? すごい、全部、こっちは小文字で可愛いね。あ、でも、you と、ここの i がちょっとくっついてる感じ。あ、待って、可愛い。あ、待って、ここにチューリップがいるじゃん。ちっちゃいミニチューリップ。可愛い。すごい。フォントがちょっと違う感じでいいね。みんなが書くと。みんな違う人が書くとさ、フォントが違う感じになってるように見えて可愛いよね。みんなそれぞれ自分の書き方があって。すごい、こうやってね、お花で区切って。おしゃれですね。桜がね、あると全然違うね。これ見てると、のびもちょっと桜つけたくなるわな、自分のとこも。うんうん。綺麗に収まってる、本当に収まってる、綺麗に。この曲が若干、桜の曲っぽいわ。でもちょっと違う。ちっちゃい字でも英語書けるね。ほんと小文字っぽい感じで可愛い、こっちも。ありがとうございます。これレイアウト絶対時間かかるよね、みんな。
整理整頓上手、ほんとだよね。モノピュアさ、なんか分けてる、あー明るくなって、明るくなってきた、すごい明るくなってきた。あの端に寄せてってさ、グループでなんか、なんだ、同じやつを一緒のとこにやるじゃん基本的に。こうやってグッて、こうやって同じとこにまとめちゃうと何がどこにあるかが分かりにくくなっちゃうから、それもあって全部端に寄せてるっていうのもあるな。ちっちゃい字でもはっきり読める。ほんとちっちゃい字でも全然はっきりと読める。これ、あ、引けないもん。このダップ。ここが一番引いてんだもんな。いや、でも全然綺麗に読めますね。このね、この感じのチューリップくんも可愛いですね。可愛い。ありがとうございます。ちげときさん、ありがとうございます。毎回自分のとこ戻るとなんか、なんか、みんなのがすごいおしゃれで凝ってるのに。じゃあ次は天太郎さん。おおお、のっぴ神ちょっと一瞬あれ、同盟間違ってませんって言うと思ったけどのっぴ神ね猫ちゃんのとこの神かと思ったびっくりした。神って言葉が来るとは思わなかったからびっくりしたよ。え、オリジナルですけど。同盟間違ってませんって。いや、やっぱりね、猫ちゃんのとこもさ、神で横、この、神の両側がこのね、このクロスで挟んでるから、最初一瞬、のぴが、あれ?と思って。ありがとうございます。いや、いいね。このレイアウトもいいね。この自分のお城をさ、お花で囲んでるのがおしゃれだね。今更間違ってたら取り返すつかない。まあ別にね、同盟変わってても同じチームだから、でもやり直しになる、同盟変えたら。どうなんだろう。いや、でもかっこいいですね。いいですね。このお花に分けられてるのがいいね。なんか実際に、あの、どっかの、国行ったらこんな感じにお花で囲まれてそうだよね。いやー、いいですね。あ、でも、これちゃんと、いいね。これ、エリアでさ、これ道で分けてるの、すごい、几帳面な感じしますね。みんなね、このちっちゃい人間たちがね、歩けるように、ちゃんとやってますね。でも全然この道無視してさ、真ん中とか歩いたりしちゃうよね。で、ちゃんとさ、道作ってあげてんのに。いやー、ありがとうございます。神なんてね、呼んでいただいてありがとうございます。桜のアーチね、いいね、これね。ね、本当に参考になる。いろんなね、アイディアがみんなあるからね。いいよね。街っぽい。ほんと、ちゃんと街っぽい。ね。いいですね。やり直しにはならないよね。ただ、同盟に入るのに申請がかかっ、時間かかっちゃいそう。いや、神なんてね、呼んでいただける日が来るなんて思いませんでしたよ。ありがとうございます。トランペットかっこいいね、トランペットが。うん、うん。いや、天太郎さん、ありがとうございました。もう自分のとこに戻んないでほしい、毎回。そう。ここですね。あれ、でもなんか2回やったくない？こっちです。で、順番がわかるように、ちょっと次の方、あれ？ん？待って。ああ、大丈夫、大丈夫。ズームすればいいんだ。オッケー。おお！あれ？前にさ、ちょっと待って、間違い、読み方。いで？いで？いだ？いだち？いで？いでさんで合ってる、これ。いでりんごさん？いでりんごさんが、あだて？あだてか。だてさん。だてりんごさん、ありがとうございます。だてりんごさん
だったっけ、前にあのこれを共有してくれて前にチャットで見たのって伊達りんごさんだっけ。あの木でねのぴーって書いてくれてる方がいた。伊達りんごさんいでじゃないで、すごいあの木でもできるんだすごいねっていうのを言ったんだよね。かわいいよねこれね。いや、このレイアウト考えるのはすごいいいわ。これね、あ、こうか。こんぐらいズームしちゃうと見えなくなっちゃうのね、装飾が。そっか。待ち遠しくて複数作ってしまいました。え、ほんとに？すごい。もこもこがね、そう、かわいいよね。で、ピンクがね、この緑とピンクの、パってすごい、あ、目立つから、いいよね。あ、やっぱり伊達さんだったよね。1回目。この道を太くやってる方あんまり見ないな。珍しい。いいですね。ちょっと広場感、ちゃんとした広場的な感じかな。あ、待って、お城の前にさ、ちゃんと金をさ、こうやってなんか入るためのなんかエントランス、入り口をちゃんとね、やってるね。そういうちょっと凝ったところいいね。ここはなんで？これはなんでだ？ああ、なんかいろいろ作るところだからかな。そういうね、細かいところできたりするんだよね。うん。もう一つ作ったので、後ほど。あ、OK です。OK です。ありがとうございます。伊達りんごさん、ありがとうございます。じゃあ次の方。次、次。うん。ね。ここでね。ミーフーさん。おお !You are the... ええゴリラ？え ?You are the ゴリラ！え、なんだこれ ?ST？ え、これ A かな？ん？ スタッド？You are the ゴリラ、あ、スターか、スター、ゴリラスター。違いますけど。違いますけど、どういうこと？違いますけど。違いますけど。どういうことですか？え、待って、ゴリラがちゃんとゴリラなんだけど。すご。これチューリップかな？チューリップ持ったゴリラってこと？So that's the reputation you have. I do not. I do not. ゴリラスターとかじゃないんですが。どういうこと？ゲリラ配信をしただけなのに、なんでゴリラスターに行くんだ？なんで？なんでやねん。なんでそうなる？いや、ゴリラ面白かったですよとか、ノピリアはゴリラとかなら分かるけど、え、最終的にノピがゴリラになったの？すごい。え、でもゴリラがちゃんとゴリラって分かるのがすごい。いやー、ゴリラ、あのイケメンゴリラがイケメンすぎてみんなの頭から離れなくなっちゃったんだな。イケメンなゴリラを、イケメンすぎたな、選んだのが。うん、ノピリアはゴリラ好きすぎて。いや、もうね、ノピリアがね、ゴリラになりたいんだったらご自由になってくださいよ。でも正式なノピリアの見た目は可愛いゴールデンドゥードルですからね。あのゴリラみたいなね、強そうなね、ノピリアになりたい方は全然そちらでもいいですが、公式は可愛いゴールデンドゥードルのワンちゃんでございますから。いや、You are the You are the ゴリラスター。まあゴリラスター、まあスターってことですね。褒め言葉ってことですね。ありがとうございます、ミーフさん、ありがとうございます。いや、ゴリラスターが来るとは思わなかったな。びっくりしたわ。ありがとうございます。
いや、ちょっと怖いな。他にもゴリラ来そうで怖いな。この感じ見ると、これが、これだけな気がしないんだけど、どうしても。よし。あ、フェアリーダーさん。公認ではありません。わ、すごっ！え、すごっ！すごーい！すごい！魔法陣に入ってる！すごっ！かわいい！で、アホ毛がね、金のアホ毛で。で、帽子の金の装飾も金でやってくれて。すごっ！え、これこそすごい時間かかったんじゃない？すごすぎる。おしゃれ。でね、この、あの桜の木の使い方もかわいい。こうやってね、あの角っこのところに入れて、うん、頭のネギが金色、ネギじゃないんですが、ネギじゃないんですが、ちょっとグレードアップして金色になりましたね。すごーい。いや、魔法陣の中に入れるすごいですね。すご。さすが、魔法使いだからね、魔法陣も出しますね、のぴよき。多分。魔法陣、まだみんなの前には出したことないけど、魔法陣も出しますので。そうね、ハートもあるし、すごーい。帽子の花を木で表現してる。あ、ここか！あ、本当だ、気がつかなかった。確かに、そうだね。帽子にお花あるもん、のぴ、ここに。え、すごっ。いや、いい、すごい、この、細かい。え、なんか待って、鳥飛んでんだけど。え？ディズニープリンセスの城？これ。え、なんでこれ鳥飛んでんの？あ、ここに白鳥みたいなのがいるから？城のテーマがディズニープリンセス的な？すごっ。魔法陣も作ったんだ、作ったんですけど出してないです。あ、魔法陣オンリーのもってことかな。いや、すごい、それも、それで、大変そう。わー、すごい、ありがとうございます。なるほどね。でも、フェアリーダーさんも、のびみたいに全部端っこに寄せて真ん中にやるタイプですね。いやー、すごい、綺麗にね、スペース全部使ってますね。かわいい。ありがとうございます。ちょっとどうしてもこの鳥が気になっちゃうわ。飛んでる！え、待って、これ、飛んでるのも白鳥？すごくね？え、白鳥ってこんなに高く飛ぶの？すご。こんばんは、こんばんは。今みんなのね、お城見ております。よし。ありがとうございます、フェアリーダーさん。もしね、時間あったら、他のやつも最後の、みんなの見終わったら見させてください。じゃあ、次の方。そうですね、朝ごはんさん。あ、かわいい、のっぴ、チューリップくん。かわいい。ちょっとなんか、太字にしてて、太字じゃないや。太くこうね、調整してくれてて、ラインをね、やってくれて、再現度を高いですね。ありがとうございます。かわいいね。あ、あれ？なんか、あれ？なんかこのさ、ん？なんで、なんかちょっと違くない？なんかこれ、なんでちょっと違うんだ？ん？気のせい？地面が芝生だから？ん？何が違うんだ？なんか丸っこくない？この点々が。なんだ？気のせいか？地面が芝生？ん？のびも自分のとこ芝生だっけ？芝生じゃない気がする。え、どうぞ、kind of different。そうだよね。ちょっと違くない？ちょっと違うよね。え、気のせい？嘘？待って、ちょっと自分の後でちゃんと見るよ。うん。この芝生？え？なんかちょっと違くない？何が違うんだろう？うん。いや、気のせいじゃないって。うんうん。文明の差。そうだそうだ、それだ。文明の差だ。うん。文明と時代によってタイル違ったりします。それだそれだ。なるほどね。ちょっと丸っこくなってさ、この文明だと、
一個一個がちょっと丸っぽくなって可愛い。なんか四角のドットっていうよりも丸っぽいドットになってて、ちょっと柔らかい雰囲気が出て可愛いね。多分草の、この芝生の、端っこのやつによってちょっと丸っぽくなるね。丸っぽい字になる。可愛い。ありがとうございます。朝ごはんさんもね、効率を優先にしてる感じかなってわかるね。なんか、全部まとめて、それ以外のものがあんまり置いてないっていう。いや、ちょっとみんな見てよ。ちゃんと違うから。ちょっと見てよ。ちゃんとアップにしてるから。で、のっぴのとこ戻るから。のっぴの文明と全然違うから、芝生の地面が。戻るよ。ほら。ほら、あれ？のっぴ。端っこがこうなんかタイルになってる。一応中国も芝生です。同じ中国芝生なんだけど、端っこがちょっと違うんだね。なるほど。だから、のっぴの方芝生がなんか、芝生あるけど、なんかちょっと見た目が全然違う。ほら、のっぴのタイルだとちょっと、ごつい感じの文字に見えるんだよ。でもさっきのだともうちょっと柔らかい感じ、可愛い感じに見える。ちょっと探索が準備できたね。探索しましょう。え？オプスオプス、なんの？今、どこにいるんだ？いい感じにいっぱいまとめて霧が晴らせなくなっちゃったな。あれでも待って、ああ一人というか二人帰ろうとするな。帰るな。のぴが配信してる間を休ませんぞ。よし、じゃあ次の方行きましょう。ありがとうございます。よし。あれ、どこまで行った？朝ごはんさんが今やったから。あれ、フェアリーダーさん、これ2個違う？あ、そう、あ、これ、2個目、これか！すごい、日本語じゃん、今度は。え、カタカナ大変だったでしょ、これ。すごい。ん、のぴ、トゥルーペ、ありがとうございます。ん、ここにものっぴがいる。いや、カタカナ大変。待って。ちゃんとさ、目がさ、見てる感じで表現してて。いいね。あ、ちっちゃいハート。あ、ペの丸もハートじゃん。すごい、かわいい。いや、トゥルーペの手とルが絶対大変だった、これ。なんか、斜めがどうしてもね。斜めてかこう丸くなってる文字が大変だよね。すごい。この2個目のレイアウトもいいですね。あ、でも飛んでますね。この2個目も飛んでますね。端っこにこうやってね。やっぱあるだけ、あるとおしゃれだよね。でももうのぴはもうどうしてもあると邪魔って思っちゃう。てかこれさ、一個一個お金かかるよね、確か。いや、本当にありがとうございます、皆さん。お金っていうか、ん？お金？あ、宝石？赤い宝石じゃなくて、なんかしら、かかってたよね。うん。文明だろうね。きっと文明、あれでも、フェアリーダーさん、これ文明、アジア系だけど、この城はなんか、ヨーロッパ系よく見ると。うん。カタカナのテクスチャーなんか可愛い。いいね。城はイベントの報酬。あ、そういうことか。なるほどね。そうなんだ。いや、どうしても飛んでる白鳥が気になるわ。フランス。あー、ヨーロッパのどっから辺だろうね。いや、ありがとうございます。ニコミもとっても可愛いです。ありがとうございます。ハートが綺麗だね。のぴのハートちょっと、なんか、出っ張ってるもんね。いろんなところが。ここのね、この端っこ。ちょっと、これ端っこつけるかつけないかでちょっと悩んだもんな。2、3分悩んだもん。
よし、じゃあ次の方。あ、ランディ79世さん。なんで79世なの？え、なにこれ？デルーペ？え？デルーペ？デルーペ？何がデルーペ？何が出るの？え、出だよね？これ出るの出？だよね？え、違うの？待って。で、デレルーペ？え、ん？で、ん？弟子？ん？ダシルーペ？ん？どっちだ？解説必要。ランディさんいます？全体見て。え？全体見て。全体？建物を使ってんのか。え？建物。これもっと引き、もっと引きたいな。え、これが C？ ん？ C と M？ あ、そういうこと？ C、あ、それ CM？ な、そういうこと？うわ、そういうことね。CM 出れるって、あ、そういうこと。あ、それ、なるほどね。CM 出れるって、なるほど。すごっ！建物を使おうと思った発想がいい。そういうことね。何がデレルーペと思って。配信でデレルーペってあんま出たことないぞと思って。なるほどね。すごい。ここは C、M、で、デレルーペ。いやー、いいですね。ちゃんとね、建物を使って、いいですね。そうですね。デレルーペ、デレルーペ。デレますっていうか、デレルーペ、デレるよってことですね。もうデレるよって言っといた方がね、言霊がね、言霊発揮？日本語すら合ってる？言霊が発揮してくれるので。道路に目が行きがち。そうそうそう。やっぱりね、ここがね、どうしてもすごい目立ってね。これ何の形？何だろうってめっちゃ思ったもん、ここがね。やっぱこことね、これだけが目に、最初目いっちゃうから。いや、すごい。建物を使うのいいですね。いやー、ありがとうございます。CM デレルーペ、これでね、きっとってか絶対出れます。デレルーペ、デレルーペ。意外と木とかの装飾がないっていうね、シンプルでいいですね。ありがとうございます。このしましまのね、この建物おしゃれだね。この青と白の、このヨーロッパだからね、きっと。これどこの国だろう。このヨーロッパいいね。ありがとうございます、ランディ79世さん。ありがとうございました。次。あー、かな？ね、この名前がちょっとどうしても読めない。おー、いいね、ノッピーシンプルにハートで囲んでくれてる。すごい、え、これなんだっけ？これ何の建物だっけ？なんかいいね、この建物をこう、説明できないな。建物を軸にしてる感じ？あ、で、このタワーもハートの一部分にしてて、いいね。これは、登禅法師さん？ねえ、読めないって。つれずれ、あ、絶対読めないわ。つれずれ。つれずれ法師さん。ありがとうございます。つれずれ法師さん。あれ、この、どこの国だろう？ちょっと、民家っぽい建物があるね。音楽も、あ、なんかこれも、ちょっと変わってる。あの、あれっぽい。間違ってたら申し訳ないけど、あれっぽい。バイキングがいる国。Where are the Vikings from? なんかそこっぽい。やっぱバイキング？やっぱりバイキングか。ぽいと思った。いや、いいね。のっぴかわいい。
全部小文字っていうのがいいよね。なんか小文字になると可愛いよね。多分なんとかのとこかな、しましま。そう、これ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 、ああー、そういうことね。テントだからか。そっかそっかそっか、テントだからこうなのね。可愛い。スキャンディネイビア、スキャンディネイビアなんだ。フェイスグリーン。Oh, is that supposed to be the emoji? Yeah, この文明、文明じゃなくて国、いいね。ちょっとテイストが違くて好きです。いや、いいね、この真ん中に。ありがとうございます、のぴハート。ありがとうございます。つれづれ星さん、ありがとうございます。つれづれ、つれづれ。つれづれ?つれづれって読むんだね。つれづれ。つれづれ投資。Did it mean to type that? Yeah, it's okay, no worries. つれづれ、つれづれ。いっぱいある。あとで部族の村全部回んないと。これやって。ここに行け。あ、ここに行こう。こう分けられてんの、二つに。もう、まあいいや。次。おお、遠くまで行ったね。じゃあね、ここかな。あ、シェット。全然行かないじゃん。もう。いや、オッケー。次行きましょう。次の方。つれつれ星さん、二つあんの、もしかして。おお、二つあるじゃん。待って、これヤギ、もしかして。ヤギっぽいよね。ヤギだよね、これ。のぴーにヤギ?すごい。いいねー。あれ、これヤギでしょ、多分。引いたらヤギ。あのね。綺麗の文字も可愛いよね。丸っこくなって。のぴー、ゴート。そういうことですね。ありがとうございます、ゴート。理解が早い。いや、わかりやすいもん。あの、ヤギの絵文字の形をすごく綺麗に再現してる。こんなぴ、こんなぴ。いい感じですね。ありがとうございます。二つも作ってくれて。People seem to like go from that stream a lot. Yeah, みんな本当にヤギがすごいね。印象に残ってて。気に入ってみたいだね。こんなにみんなヤギを気に入ると思わなかった。ヤギです、そういうことです。いやー、ほんとすごい。ヤギ綺麗にできてます。ありがとうございます。ゴートってね、文字で書くんじゃなくてね、ヤギを作ったっていうところがすごいですね。絶対文字の方がさ、最初に浮かぶのに。ピの丸を建物で作ってる?そう、お?そうなのかな?そういうこと?あ、そういうこと?これ?丸いから、なるほど、それも一緒にやってるってこと。ヤギとゴリラはお気に入り。なんでそんな動物が好きなの、みんな。ありがとうございます。あ、次の方。鳥もちさん。お、のぴ、ゴート。すごい、待って、二つに分けて、チューリップ描いてる、すごい。で、ここね、あの、ヤギの顔かな?ヤギの顔のシルエット。いいですね、ありがとう。チューリップこれ全部可愛いね。あの、上のとこじゃなくて、下のところも作ってくれてて。犬も混ぜてあげて、ほんとだよ。動物が好きっていうか、印象的。あ、なるほど。なるほどね。いいね。鳥持さんは結構装飾をやる感じだね。ここにね、やったりして。あ、で、道もね、ちゃんと作ってるね。ここにドーンって。あ、とか、お城に行く道をダーってやってんのね。いいですね。かわいい。ね、ちゃんとね、整理されてるのすごいね。
こうちゃんとここ、こことこと、ここで吸ってる。スペースの作り方うまい。本当ね、うまい。もうね。みんなのピス先生の凄さを表したいのです。いや、そんなこと、ありがとうございます。全然ね、そんなにすごいわけじゃないんだけど、ありがとうございます。本当にみんなのね、愛が伝わります。このね、来勤をね、ずっとやってくれてるだけでもね、みんなのね、愛が伝わるのにね、こんなことにもね、すごい、こんなことって言い方悪い、違うな。みんなね、こうやって絵じゃない、なんだ。レイアウトでね、文字だったり、絵を作ってくれたりしてくれてて、より愛を感じます。うん。うん。ちょ、水が垂れた。うまい。ほんとみんなうまい。のびもこの配信の後にちょっと自分のレイアウト、みんなにインスパイアされて、ちょっと改装しようかな。ありがとうございます、鳥もちさん。まあね、のぴゴーチ、ありがとうございます、ゴーチって呼んでくれて。じゃあ、次の方、行きましょう。いっぱいいるからね、時間がなくなっちゃう。思ってた以上にみんなやってくれて嬉しいよ。ん？違うの？あ、こうか、こうか。おおーすごいすごい！あ、またのぴの顔を描いてくれてる、すごい！のぴすごーい！あれね、やっぱ帽子のここや、こうやってみんなお花にするんだね。いいね、かわいい！やっぱ、作り手の方が違うとね、同じものだと全然みんな違う。文字も違うし、絵ももちろん違うけど、いいね、ありがとうございます。あ、チューリップくんもちゃんと、目がこう、って感じの目、かわいい。やってますね。これなんて読むんでしょう。なんとか、酔い日だ、もしかして。酔い日違う酔い日酔い闇かい。なんで酔い闇？俺酔い日じゃないんだ。酔い闇火ってや、あ、火あ、やっぱり火で合ってる酔い日さん。酔い日さん、ありがとうございます。いいね。この のピンはさ、ちょっと顔が、ピタッとこう、ほっぺが、なんかほっぺが柔らかそう。ほっぺが。あ、そうか、酔い闇じゃん。酔い日か。酔い日さん。横に読み方書いただけでは？え、なに？それはのぴのために書いてくれたってこと？普段からじゃなくて？酔い日って読みがなつけたのかな？そういうこと？酔い日さんじゃなくて、本当は酔い日さんだけ？ありがとうございます。またね、このね、フォントが違う感じね。やっぱみんなフォントが違う感じになるよね。多分、のぴ先生のために。マジ？そういうこと？ありがとうございます。ありがとうございますね。そんな配慮までしていただいて。ありがとうございます。いや、かわいいね。ちゃんとね、三つ編みもね、こうやってやってて。いいね。かわいいです。ありがとうございます。よいびさん。もう、読み方も書くほどの配慮もしていただいて、ありがとうございます、よいびさん。じゃ次、カップさん。おお、いいね、のぴの顔また。で、のぴ、ラブ、ありがとう、かわいい。ここにね、なんか、なんかさ、字を書くときにさ、バナーじゃないんだな。なんかさ、なんで説明すればいいんだろう。なんか字の横にこう、線をパンパンってやるの説明できなさすぎる。あれを、あれっぽい感じでなんか、あれ？なんでここ、あれ？うわ、待って！いつの間にかマウスパッドが、いつの間にか
が水でびっちゃびちゃなんだけど。え、なんで、なんで、うわっ、ちょっと待って、ちょっと待って、水汲んでる時にマウスパッドの横で水汲んでて、あのちゃんとなんかよそ見して水汲んでたから、マウスパッドに水がめっちゃこぼれてたみたいで、テーブルはあの濡れ、あんまり濡れてなかったのはマウスパッドが全部水分をあの吸い取ってくれてたからかな、わかんない、いやでも下がゴムだから吸い取るのに、やっぱりマウスパッドの上にこぼしてたんだな。マウスは無事です、大丈夫です。ちょっとマウスパッドを乾くように、ここにあった、よいしょ、ちょっとちゃんとよそ見してちゃんとじゃない、ちょっとよそ見しちゃって、あ、水の減り早いなと思ったらそういうことだったんだ。はい、すいません。いや、カープさんありがとうございます。お水よかったね。本当だよ、配信中は基本お水しか飲まないからね。カップさんありがとうございます。あの気にしないで気を取り直して。カップさんありがとうございます。このね、あのアホ毛を多分この金ピカで再現してくれてありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと自己ルーペに気を取られてしまいました。あ、探索ができる。待って。あれ見つけたかな、見つけてないね。いやー、珍しいタイプの自己ルーペでしたね、皆さん。まあ、水はよくこぼすんだけど、マウスパッドがビチョビチョになるほどはこぼしたことなかったから、ちょっとびっくりしたな。ちょっと引いてみて。何をちょっと引いてみた方がいい？さっきのカプさんのエリアかな。そういうことじゃなくて、ちょっと探索のためにってことかな。あ、カップさん2個目ある。あ、あれ順番間違えた。え、すごっ、え、すごっ、え、待って、すごっ、これもすごっ、うわ、これでかいよ、時間かかったでしょ、でかっ、でっかっ。あ、のぴちゃんのお家を引いてみてほしい。あ、オッケーオッケーオッケー。で、これをね、見た後に、やっぱりみんなここをね、お花とかを装飾でやるんだね。すごい、ウィンクしてる。すげえ。2個目ありがとうございます。ウィンクしてます。じゃあ、ウィンクしよう。これどっちの目ウィンクしてる？こっちか。ウィンク。こっちの目がね、難しいんでね。こっちの目の方がウィンクしやすいんだよね。左目。似てる？ありがとうございます。すごい！かわいい！いや、大変だ、これ。2個目もかわいいです。ありがとうございます、カプさん。ウィンクありがとうございます。カプさんにね。カプさんに感謝してください。カプさんがウィンクしてくれ、してる絵を描いてくれたから。ありがとうございます。すごっ。これどんぐらい時間かかったんだろう。おっきいやつの方が時間かかりそうなイメージ。ちょっと面白いことになってる？ピノ？ん？ピノ？自己ルーペナウ。ちげえ！ね、自己ルーペなう、いいわ、そんな、そんなの、つけなくていいよつけなくていいって。あ、カプさん、これ、あ、ちょっとね、一回ね、アレクサンダーさん行きましょう。え、待って、すごっ
違う意味でテンション上がんだけど、すごっ、ワンピース。違う意味でテンション上がった、すごっ。いやね、ワンピースねの話最近しょっちゅうしてますのでね。Thank you. This was a surprise in a different way. Thank you. I didn't expect to see the straw hats. ありがとうございます。Maybe you were you influenced by all the One Piece talk we had? I run out of roads on eyes. I see. No, but I like it. 目がね、足りなくなっちゃってお花にしたらしい。でもね、目がポンって出てるみたいでいい感じです。I like it. みんなね、実写版見ました。ノフィはね、実写版最近見たからさ、ワンピースの話しがちなんだよ。Yeah, also wanted to do something different. I see. No, I like it. It looks awesome. そう来たかって感じですね。ね。いや最近よくワンピースの話するんで、それに影響されたのかなって感じ。ありがとうございます。いや、テンション上がるね、ワンピース。いや、これはね、でもね、ワンピースのゲームじゃないで、ワンピースの話はしませんが。ありがとうございます。Thank you so much! I wonder how long this took. これもね、大きいからね、時間かかってそう、ちょっと。でも、綺麗に。こういう大きいのだと意外とやりやすいのかな。ちっちゃいやつの方がこう線がさ斜めだったりこうグインってなってるのをすごい細かく、あ、どうしようって感じなんだけど、大きいほどそれが再現しやすかったりするのかな、どうなんだろう。ありがとうございます。いいっすね。いやー、ワンピース One hour? It was big indeed. 1時間すごい。ありがとう。Thank you. いやー、ワンピースいいですよ、皆さん。ワンピース見たことない方は本当におすすめできます。よし。5分滞在してもらおう。帰るな。みんなすぐ帰るな。すぐどうせ派遣するんだから、すぐ帰んな。急いで帰んなくていいんだよ。わ、もうだいぶもう走ってんじゃん。ごめんよ、もうめっちゃ戻す。よし、じゃあ次の方。あ、カップさんがもう一つあったよね。あれは違うかな、違うレイアウトかな、これかな。あ、同じだね。あれ、じゃあ違うやつ間違えて2回送ってたのかな。しょ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 。あ、これ青いで合ってるかな。これは山？山羊？なんて読むんですか？山、青い山羊さん、のぴ、あ、チューリップくん、かわいいですね。いや、チューリップくんほんとね、のぴ、すごい気に入ってる。いい感じのマスコットとして、役割を果たしてくれてるので、ほんとに好きです。え、ヤギ？あ、ヤギってこれ読むの？あ、山の矢に、羊じゃなくて義なんだ。青いヤギさん。ヤギさん、ありがとうございます。のっぴ、チューリップ。いやー、チューリップこのね、この、絶妙な表情を表してる目をですね、いい感じに表現してくれてます。ありがとうございます。なんか訓練したそうだぞ。訓練したそうだよ。いや、みんな待ってるよ。目がいい、ほんとね、目がいいよね。あ、でも、ん？あ、そんなことないか、太字になってるのかと思ったけど、のぴのとこと同じ感じのタイルだね。外が太い感じのタイルですね。ありがとうございます。いやー、のぴもチューリップくん書いてみようかな。大変そうだけど、書いてみようかな。待機してますね。訓練して、訓練させてあげてください。青いヤギさん、ありがとうございます。チューリップくん、チューリップくんはね、書きやすいし、
周りからし書きやすい方ですよね。のびもね、絵を描こうと思えば描けるかもしれない。しゅんた1さん。お、かわいい！チューリップ！のび！なんかこののびのさ、カタカナの書き方、半角のさ、カタカナっぽくていいね。かわいい。ありがとうございます。大きいチューリップね。かわいい。ありがとうございます。いいね。なんか、半角っぽいカタカナに見えるからさ、のびって言ってる感じっぽい。のびえ、さ、チューリップが、のびって感じでこう、成長してる感じのびかわいい、ありがとうございます。かわいいね、ありがとう。いいね。言い方。なんかそんな感じっぽくない？半角だとそんな感じ。半角の字ってなんか、まあ、文字によるけど、なんか短い言葉だとなんかそんな感じで言ってそう。ニョキーみたいな感じ。そうそうそう。ニョキーじゃないけど、チューリップが、のぴーってこう、大きくなる。ほら、完全に半角のカタカナっぽい。わざとやったのかな？それともたまたまなのかな？どうなんだろう？いやでもいいですね。ありがとうございます。のぴって。じゃあ次の方。Xena3。おお、すごい！え、今までで装飾が多いんじゃない？すごい！ゴーゴーのぴ、ありがとう、応援ありがとう、ありがとう、ゴーゴーのぴ、ありがとう。え、ヤシの木なんて、このゲーム。ヤシの木？レベルアップしたらヤシの木が出てくるのかな？見たことなかったヤシの木。すご！いいですね、賑やかで。やっぱりもうもっとちゃんと街っぽいですね。わ、すごい。で、後ろにさ、ちゃんとさ、木の中にさ、これ何なんていうの資源をさ、入れててさ、ちゃんと資源っぽくしてる。ゴーゴーの書き方がおしゃれ、確かに。すご、いいですね。ちゃんとね、ここも枠、こう分けてて。すご。のぴちゃんは木全部片付けちゃうから、ほんと全部片付けました。片付けちゃうから見たことなかったわ、ヤシの木。あるんだね、最初からあんのかな？それとも割かし、レベルアップしたら、手に入るのかな？でもそんなこともすらも知らないからね。だって装飾のところ、開こうともしないから、基本。張り切ってる。ほんと、すごい、いいですね。いや、このね、個人的にはこの、資源を採取してるところをね、ちゃんと資源、こう、なんか森の中っぽくしてるのがいいですね。その底が好きです。いやー、ゴーゴーのぴ、ありがとう、ゴーゴーのぴ、ゴーゴーのペリア、いやー。みんなね、あとちょっとだけど頑張りましょう。全然ね、今、配信見てくれてる他の同盟ですけど、とかって言ってる人も全然ね、一緒に頑張りましょうね。みんな同じチームなので。で、逆にね、他の同盟入れてなくて自分の同盟やってますよ、とかなんか、同盟入るの待ってますよ、って方は全然、確かのぴのところ、枠空いてるので、ぜひ、一緒に入りませんか？同じチームなので、同盟関係ないですよ、もう。お佐藤さん！おー、いいね！目がちょっといいですね、これ！目の表現の仕方がいいですね。ちょっとびっくりしてるような目に見える。いいですねー。のぴ、大きい文字でありがとうございます。割と序盤からあった？マジ？いやー、いいね。この目がいいね、ほんとに。目がなんか、びっくりしてるようにも見えるし、こう、めっちゃ、じーって見てる感じには見えるし、ちょっとなんか、寝不足な目にも見えるし、あとはなんだろう、いろんな、
表現の解釈ができる目ですね。ありがとうございます。ちょっとリアル感がある目だね。ちょっとリアルっぽい目、目の再現度高い。本当ちょっと実際にのぴのとあの髪に今ついてるチューリップくんの目よりもリアルっぽい。徹夜明けのチューリップ確かに寝不足の、徹夜明けの目にも見えるし、すんごいなんかずっとじーって見てるにも見えるし、びっくりしてるようにも見えるし、ありがとうございます。いいね、チューリップくんもいっぱい作ってもらって嬉しいねあ、自分でもチューリップやっぱ作りたくなっちゃうな、これ見るとね ありがとうございます。お砂糖さん、ありがとうございます。お砂糖さん、あ、探索しましょう。このさ、こんなちょっとだけのさ、切り払わさなきゃいけないの。これぐらいもう自分で切り払え、晴れてよって思うんだけど。ちっちゃいの。ちっちゃい。まあ、自分でね、まばらな切りの晴らし方をしたのが悪いんですけど。こうなると思わなかったからさ、切り払わしてるとき。思わなかったからさ。ラットさん。ラット。ラット、ラット。お、ノッピーハートか。ん？矢印？ああ、そういうことか。ハートに、矢が刺さってるやつか。そういうことね。いいね、かわいい。突き抜かれたってことかな？ありがとう。ありがとうございます。いいね。お花で囲って、シンプルに。いや、シンプル好きだよ、ノピ。基本ノピはね、何でもシンプルにしがちだから。まあ、めんどくさいってわけじゃなくてね。単にシンプルが好きなんで、ファッションもね、私服とかはね、結構シンプルめなんでね。かわいいです。キューピッドのハートですね。あ、なんかこの建物、今まで見たやつの、ヨーロッパだけど、どこのヨーロッパだろう。緑の感じがちょっと違うね。どこだろう、わかりにくいけど、なんか、雰囲気的になんかアイルランドとか、ちょっとそういうなんか、これ、ほわーっとしてるヨーロッパっぽそう。すっごいこれは完全に、なんだ、のぴのイメージで言ってるけど。ハート射止めてます。ピン、ピュンピュン、ピュンピュン。ハートを打ち抜いちゃったかな？ありがとう。最初はさ、こっちになんか見ろって意味かなと思ったら、そういうことねって、すぐ分かった。なんかこれがさ、なんか結婚式しそうじゃない？ここ、お花があって。Britain! Oh, it's Britain! I see. Thank you so much. かわいい。ありがとうございます。Britain! 全然、Britain! イメージ思わなかった。イギリスなんだ。いいですね。Thank you, ありがとうございます。Rat, rat. ネズミでいいのかな？ネズミっていう意味でつけたのかな？それとも意味が違う、あるのかな ?RAT に。エミリコさん。エミリコさんは？おお！ん？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 ノピ。ん？どう言えばいいんだ？ノピ。ん？これは文字なの？ん？ちょっともう人が。ノピ、ん？ん？ん？どう読めばいいんだ？ノピは読めたけど、え？これは、ん？どう読めばいいんだ？ヨピ、ノピ。のぴて、て、て、てら、のぴてら、て、てで合ってるよね。てら、てらってこと、のぴのてら、あ、てらめたはるだから、そういうことね。
そういうことね。ノッピーの寺を作ったことがびっくりした。どういうことだと思って。寺メタルだからか。そっかそっか、そうだ。自分の学校の名前忘れてたわ。寺、そういうことですね。あ、エミニコさん、ありがとうございます。いや、ノピ寺、ノピ寺と思って。これは文字。なん、ん？これはな、ん？これはなんて読むんだ？こっちはなんだ？と？ F？ え？え、これ何？これ、え、これなんて読めばいいんだ？のぴ、n o、 ああ、そういうこと、 n、 ああ、なるほどね。このコブが o で p、 なるほどね。もう、なるほど、そういうことか。横ね。こっち、こういくのね。n o p i、 f に見えた。f と a みたいな。f とカタカナの a みたいな。日本語とさ、英語をさ、なんかこういうドット a で書くとさ、なんかどっちにも読めちゃうよね。カタカナに見えたりしちゃうよね。なるほど。英語でノッピも書いてくれて、こっちにはノッピで、テラメタルのテラと。これね、チューリップくんね。目が金ピカになりましたよ。目が金ピカになって、ちょっと迫力が出ますね。あ、ありがとうございます。こうやってね、囲ってくれて。ありがとう。ありがとうございます。これどこの国だろう。まあ、これもヨーロッパ系かな。ヨーロッパ、ちょっと、民族寄りかな。どうなろう。英語、ひらがな、カタカナを全部入れました。ほんと入れてますね。全部、ほんとは、カタカナのピー、ひらがな、テラーで英語。すご。ピの丸を桜にしました。あ、そういうことね。かわいい。ありがとうございます。ドットの隙間がね、埋められないの。あー、確かに。確かに。そうだね。ギリシャ。ギリシャか。ギリシャ行ってみたいな、ギリシャ。あ、そうだ、これがギリシャっぽいね、この火が。ちょっと本当に偏見だけど。なんかオリンピックのさ、火みたい。わかんない。他のやつももしかしたらあったりして。他のもあったりしたり。ここにも火がある。ほら、やっぱ、なんか、ギリシャっぽい感じかな。アテネの。そう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 。ありがとうございます。のぴテラじゃなくて、のぴのテラメタル学園でしたね。ありがとうございます。エミリコさん。次の方、エミリコさんの次の方は、ひなのさん。おお。あ、この色好き、水色。のぴ、ありがとう。ちゃんと仕切ってる方ですね、のぴ。やっぱみんな書くときさ、いろんな小文字にしても、小文字の種類がなんか違うね。こういう、みんな字を書くときこういう感じで書くのかな。寝ます。全然大丈夫ですよ。お休み。そうね。日本はね、ちょっと遅い時間だからね。あ、待って、今、日本何時？ちょっとサクサク行くか、みんな遅いもんね。あ、もう夜中になっちゃう。ちょっと時間かけすぎちゃってるね。もうちょっとサクサクまだ少し残ってるので、みんな眠いだろうからね、待ってくれてる人もいるだろうから、ありがとうございます。のぴー、ありがとうございます。ハートもね、綺麗に整ってます。本当にありがとうございます。もう24時だよね。なんかちょっとサクサク行こう。ごめんね。ありがとうございます。海牛さん、お、チューリップくんがでかいよ、ボーンって。いいね。このチューリップくんも目がいいんですね。目が、めっちゃ、もう、魂の中までこう見てるような目ですね。みんな褒めてくれるの嬉しい。ね、みんな、ね、コメント欄でもみんな褒めててね。きっとね、インスパイアされるよね。もしかしたら、今日の配信の後にみんなガラッと変わってたりして。ドドーンって感じ、いいですね、チューリップくん。どうだどうだじゃあ、どうだどうだどうだ本当に再現度いいですね。目の感じが、決まってる。あ、そういう決まってるんじゃないよね。かっこよく決まってるってことですよね。
のっぴの考え方が間違ってますね。ごめんなさい。かわいい、ありがとうございます。海吉さん、ありがとうございます。意外とこう、角に寄せる人意外といるね。こうなんか、こうなんか、何、側面にこう行くんじゃなくて、角にこう、全部押す感じ。え、何、なんか見られてる。え、えいちゃんのとこから偵察されてんだけど、なんでえいちゃんのとこから偵察されてんですが。海さん、ありがとうございます。じゃあ、ちはうさん。おー、すごい、フルネーム来たフルネームは英語で来たそっか、カタカナでフルネームあったけど、英語であるとちょっと違うね。なんで偵察する同じチームなのになんで偵察、あ、切り離すため、そういうことかな。いやー、いいですね。すっきりとしてますね。かわいい。英語と日本語でのフルネームの見た目の迫力の違いが違う。おしゃれですね。これどこの国の文明だろう。オレンジっぽいの。ありがとうございます。レイアウトがね、綺麗ですね。真ん中にピッて。こういうのも好きなんだよね。シンプルだから。ね、字もおしゃれ。全部ね、小文字。ね、で、小文字にすると可愛いよね、なんかね。全部小文字にすると。ロゴっぽい。確かにロゴっぽい。本当に、ここね、この、ちゃんと線をね、きっとやってるんだろうね。こう、なんて言うの？同じ、こう、ライン。例えばなんかノートに書いてあったらさ、その線に合わせて大きさやってて。いや、わかる。ノフィもね、そういうのやりたくなる側の人だから。すごくわかります。ローマか。いやー、これ、このゲームやってるとさ、いろんな国行きたくなっちゃうよね。シュッとしてていいね。ほんと。なんかこういうフォントあるよね。名前わかんないけど。性意識した。いや、わかる。きっとノビもね、自分の名前書いたとしたら、こうやってね、この性意識して、きっと作ったと思う。ありがとうございます。名シーンできそう。すごいね、ビジネス。のっぴてるーぺと申します。よろしくお願いいたします。ねえ、わかんない。名刺を渡すときなんて言うの？名刺を渡すときなんて言うの？大人の人は。今後ともよろしくお願いいたします。みたいな。探索諦めるか。探索の時間に、どこで時間取られちゃうから。ありがとうございます、ちはうさん。セキさん？ 2 個目かな？おお！ん？のぴりや！ん？ノピリア。ん？ジ？あ、ジコね。ジュルーペって書いてある。何ジュルーペジコルーペ。ん？ま。ん？ま。魔界。あ、魔界。ゴリリア。ゴリリアじゃないって。これね、魔界の旗を表現してくれたのね。そういうことね。Nice to do business with you. そう。ノペリア、ジュルーペに見えた、ジコルーペですね。ジコルーペ、魔界、カッコ、旗。あ、米？あ、そういうことか。カッコ、米。あ、そういうことね。あ、そういうことか。魔界、カッコ、米、ゴリリア、もういっぱい入れてますね。建物の量多くね、これ。すごっ。敵さん、ありがとうございます。ありがとう。複雑な感じですが、ありがとうございます。メモ帳みたい。本当だよ。のぴ関連のワードをいっぱい書いたメモ帳みたいな。あのゴリリアだけはあんまり別に、あれですけど。魔界ですよ、魔界。そうだよ。魔界はお米がいっぱい取れるんです。ノピリアですよ。ノピリア同盟ですよ。ノピリア。はい。ありがとうございます。二つ目もね、作っていただいて。
これもギリシャなのかな。これね、さっきの木があるね。我々ゴリラですので、まあ、ゴリラになりたい方はゴリラになってもろて。あれクイックしちゃった。あ、だってリンゴさん、あ、これ3つ目、あ、2つ目か。あ、すごい。あ、逆の、え、すごい。逆の道を枠にして作るの。え、これもすごい。いいね。この発想いいわ。おしゃれ。え、だってリンゴさん、おしゃれなの作るのすごい、うまい。二つ目、ありがとうございます。これも、これ、結構時間かかりそう。結構太字でやってくれたんですね。いいですね、太字。で、ちゃんとね、自分のね、お城のこの成長の周りもね、こう枠を開けて、いいですね、おしゃれすぎる。で、待って、この角とかをさ、金にするっていうさ、いいね、おしゃれー、おしゃれー、おしゃれー、いいっすねー。That's a nice idea. Yeah, it's a really nice idea. Very unique. Very different. ね、こう、あの、芝生を文字にするってね。おしゃれすぎる。日本庭園って感じ。確かに、日本だもんね、これね。ありがとうございます。これ何？あー、あれか。よし。ありがとうございます、二つも。あ、こですね、ワニさん。あ、関さんもね、ありがとうございます、二個目。いや、シンプルでいいわ。好きだよ、こういうの。目が目がでもなんかね、こっち見てんね、こっち。こっちになんかあるのかな？こっちになんかあるような目ですね。コツコツした甲斐がありました。いや、ありがとうございます。ワニさんいいよ。好きだよ。このね。この点の調べめ、ちら、ちらば、ちら、ちら、ん？調べま、ちらば、あ？散らばし方？散らばし方？日本語間違ってるな。いや、いいですね。ありがとうございます。好きです。こういうの、本当に。今日一チューリップくんがね、目がね、この目がね、なんか、キョトンってしてそう。キョトンってしながらこっちになんかあるものを見てそう。なんか、あ、ん、ほ、みたいな、ほ、みたいな顔してそう。散らばり具合。そうだ、散らばり具合ですね。散らばり具合がいいです。ありがとうございます。でね、この、町の、その国のあれで、この点、この道が丸っこく見えるから、なおいいか、いい味を出してますね。ありがとうございます。あ、暗くなってきたね。ありがとうございます。いや、好きですよ、こういうの。ワニさん、ありがとう。他はね、すごい綺麗にね、まとめてますね。ありがとうございます。ワニさんだったから、次。あ、フェアリーダーさん。2個目？おー、さっき言った魔法人。いいね、これ。おしゃれで、この金の散らばり具合、いいですね。すごい。素敵ですね、これも。え、さっきの真ん中にノピの顔あったのもいいけど、これもね、これはこれですごく好きです。てか、これの方が、あ、ノピのこと知らない人見たらすげえってなるね。すげえってなるわ。で、このね、やっぱりこの白鳥が飛んでるから、より、うおー、なんか、魔法出てきそう、この城って感じ。もうどうしてもこの鳥がどうしても目に入ってきちゃうから気になる。召喚、この鳥が召喚されてますね。The castle landed on your face. やめて。怖いって。That's... 今英語のコメントで、城がノピの顔に乗っちゃったのって。ノピの顔がバーンって潰された？違うって。かっこいいですね。いや、いいね。このさ、鳥がぐるぐる回ってるじゃん。魔法陣がなんかちょっとぐるぐる回ってるような錯覚も、見えてきますね。ありがとうございます。ぬえさんのは
最後にして、あ、わかりました。オッケーです。フェアリーダーさん、ありがとうございます。魔法陣、時間かかっただろうな。フェアリーダーさんの、ヌエさんが最後ね。みたらし団子さん。お、おお、ノピ、いいね、このチューリップ。ちょっと、本当にこれこそ魂に、こう、魂というか、なんかもう全部、見透かしてるような目してますね。あ、ここにハートがあって、かわいい。ありがとうございます。全部を見透か、全部知ってるぞって顔してそう。あ、なんだ今の音。ん？なんか通ったこと？ありがとうございます。目がね、金色で、ね。ドーンって。ドーン、ドーン、ドーン。もっとズンって言ってほしい。あ、キョトン顔も全然あり得るね。キョトン、キョトン。のっぴ、のっぴです。ありがとうございます。これは、ん？のっぴと同じに？違うか？うん、わかんないな。あ、ちょっと違うか。ちょっと違うのかも。多分。チューリップくんの圧マックス、そう、圧ドーンありがとうございます、みたらし団子さん。かわいい、これね、綺麗にレイアウトして、きっとね。あ、お、これ P？ これ P じゃね？え？たまたま？その P？ これ P？ これ、この木の形 P っぽくない？でもたまたま？どうだろう、これはたまたまなのか、ピっぽいけどピじゃないのか、あ、それともこのチューリップの下の茎を表現してるのか、どっちにも取れるな。チューリップの草、あ、そういうこと、やっぱりそっちか。ピンを見えてくるんだけど。チューリップの葉っぱと茎の方が、そういうことね。なるほどね。今気がついた。そういうことですね。ありがとうございます。もっとね、ノビもね、頭を柔らかくして見ないとですね。ピはたまたま。ピはたまたまか。いや、いいですね。ありがとうございます。みたらしたんこさん。ありがとう。じゃあ、あれ？伊達りんごさん。あ、見たか。ん？さっき見たか。あ、そうか。間違えてクリックしちゃったやつか。そうだ。伊達りんごさんはさっき見て。余白さん。お、また来た！フルネーム。ノピトペイズ。ん？ん？ is, え、is, ん？ is, so, あ、これなんだ？これなんだ？反対側から見えないからなんだこれ？ is, 早朝？早朝？ミング？ってことか。チャーミング。あれがちょっと抜けちゃったんだね。そういうことね。ありがとう。チャーミング。ありがとうございます。なるほどね。ノピトピー、so charming. Thank you. チャーミングはね、R がね、ここに真ん中に入るんだけど。なるほど。ありがとうございます。余白さん、全然大丈夫ですよ。ありがとう。Thank you for calling charming. Thank you. あ、すごいね。こっち、街って感じだな。夜のさ、夜の街見ると綺麗だよね。光がね。あ、でもこれ、薬、あ、中国か、これ。もしかして。どっちだろう。惜しい。でも伝わってる。そう、伝わってるから大丈夫。ありがとうございます。のびとぺ is so charming. Thank you. かわいい。ね、いいね、かわいいです。ありがとうございます。素敵ですよ、ハカさん。ありがとうございます。意外、あれだね、フォントが違う感じでいい味出してますね。さっきのね、チハウさんとちょっとだけ似てるけど、ちょっとだけフォントが違う感じ。ちょっと違う気がするな。似てるけど、いいとかが違うのかな。なんかが違う気がする。こっちのね、フォントを変えてる感じがいいんですね。そのスペースに文字書けるのすごい。確かに、横にさ、
この後ここすぐ見えないじゃん。ここ移動させてやったのかな、きっと移動させて。いや、ありがとうございます。あとさ、のっぴ結構見るのが好きなのがさ、言わなかったけど A の書き方、みんな結構 A の書き方が違って、そこが人によって癖なのか、書き方がこういう A 書くんだろうなみたいな。だからね、余白さんはこういう A なんだって。もう一人はなんかこんな感じの A、 わかる？これなぞってんのわかる？見えないよな。な違う A の書き方があるんだけど、みんないろんな A の書き方してるなって思って見てるのが楽しい。あ、この余白のこの A、 この A やってる人もいたし、もうちょっと違う A やってる人もいたし、これ見るのが結構個人的には好きです。字を書くときにもね、 A の、あ、この人こういう A の書き方するんだみたいな見ちゃうんだよね。最後、白玉さん、あ、最後じゃないか。白玉さん、のっぴ、ラブ、Thank you! Thank you! ありがとうございます。のっぴ、ラブ、ありがとう !Thank you! ふふふ。桜に囲んでもらってありがとう。いや、いいですね。あれも中国かな？なんかのっぴやっぱ見覚えがあるから中国かな。あ、酒って書いたの今気がついた。車、馬、酒、うん、矢、これなんて読んだ、読めね、読めね。のっぴ love thank you。 みんなね、時間かけて作ってくれてありがとうございます。中国、やっぱ中国だよね。自分の、なんかさ、自分のとこだとさ、毎日見てるからさ、全然さ、気がつかないけど、他の人のさ、同じ国なのにさ、同じ建物あって、ただレイアウトが違うだけでさ、なんかすごい気がつくところが多いよね。あ、実はこんななったんだ、みたいな。弓？え？これ弓？これ何？これ弓か。これ弓か。これなんだ？わかんない。弓？弓つよ、ん？弓って読んだ？なんて読んだ？矢って読んだのか。改めて見ると V が分裂してる。いや、V 難しいよね、きっと斜めだから。斜めがどうしてもね、ドットだと難しいよね。この N のここのところと同じように。のの、カタカナののも結構ね、難しいよね。だからみんないろんな工夫して書いてくれてたよね。ありがとうございます、白玉さん。で、最後にもう一人いたんだよね。最後、鳥にしてほしい人がいたんだよね。鳥の方が、吉田ぬえさん。うわ！おー、すごいねー！これもすごい！待って、ね、一個、二個しか建物ないんだけど、ねえ、これがちょっとさ、シュールでいいんだけど。あ、歩くだったのか、あれ。難しいの読み方、中国語、漢字だと。ありがとうございます、ぬえさん。いいね、ぬえさんも結構、あ、でもここのさ、鼻のさ、細かい部分もすごい再現してるし。ありがとうございます。ドット絵に振り切ってます。いや、すごい。ありがとうございます。うまい。今回はウィンクじゃなくて。こんな顔か。こんな、ニコって。口開けて。この顔ですね。いやー、ありがとうございます。上手。これはチューリップのかな？これはチューリップの表現してるのかな？それともハートかな？どっちだろう？どっちに見えちゃう？どっちにも見える。そう、ニコ。こんな顔。ハッピーな。ありがとうございます。これもうちょっと弾きでみたいよな。引きがこれが一番引きなの。でも引きで見ちゃったらきっと消えちゃうんだろうな。建物じゃないから。いやー、うまい。ありがとうございます。これもどれぐらい時間かかったんだろう。これレイアウトするの絶対大変だよね。みんな力作揃い。本当や、力作揃いです。余ったタイル、チューリップ。あ、やっぱりチューリップ？位置的にチューリップそうだったもんね。ありがとうございます。
いや、ぬえさん、吉田ぬえさん、ありがとうございます。360個全部使った。70分ほど、すご！え、360個全部使ったの、それ、すごいね。そっか、余ったから、余ったのすごいね。すご！ 70 分？すごい。ありがとうございます。いやー、かわいい。せっかくだから後で配信終わったらみんなのスクショしようかな。スクショして保存しとこうかな。それか、ツイッターある方、よかったら、スクショをツイートしてくれたら、そっから保存します。最後に舞台文字もう一個まだ待ってるから。うん？あ、もう関さんもう一個作ってるってこと？I think you wanted to visit other teachers' cities too, or is it too much for today? Yeah, 時間ある。No, we have that time for that. Let's just do that and end it. I think that's all. そうね。この先生のさ、街も気になるなと思って。ちょっと、X にあげるの了解です。ありがとう。ぜひね、のぴのハッシュタグつけて、ツイートしてくれると、見に行きます。うわ、みんなずっとここで待機してくれてたのね、配信中ずっと。あ、でもなんか、あれ？ああ、いや、ピの下が消えたかなと思ったら。他の先生のどうやって見ればいいんだろう。他の先生どうやって見ればいいんだろう。フレンドから行けばいいのかな。同盟？じゃあ、どうやって飛べばいいんだろう。どうやって飛ぶんだろう。中国。あ、わかった。みんなの軸を入れればいいんだ。場所を。最近 A ちゃんお引っ越ししたって言ってたんだよね。ここに入れればいいんだな。923と31。他の先生のちょっと抜き打ち訪問をしましょう。ではないか。おあれ、あれ、何もあれ、これどこの国？ A ちゃん。中国？すごい、赤！攻撃はしませんよ。じゃあシンプルやなここなんかあったのかな？なんかあったのかな？シンプル！赤、でも赤か、そっか、えにちゃん赤だから、イメージカラー赤だから赤にしたのかな？すごい、この歩いてる人たちも赤すごい目立つね。中国。エニキは何もなかったね。なんかあったのかな？それかなんか作るために開けてんのかな？なんかここに入れそうな風に開けてるけどね。それとも単にこう隅っこに置きたい派なのかな？どうなんだろう。これからなんかするのか、どっちなんだろう。気になりますね。じゃあ次の先生。他の先生どこだ？ね、もちちゃん。もちちゃん行こう。もちちゃん。もちちゃんは、もちちゃんも王国？ん？王国同じか、同じか、そこは同じか。1177326。ん？あ、合ってる合ってる、オッケー。もちちゃんは？おお！自分でやってんのこれ。ほんとにこれもちちゃんだよね、自分の。そうだよね。ガハハ！自分でガハハやってるやん。あ、もちちゃんもでも赤の中国のやつだね。国が。ガハハですね。英語でもガハハって書いてますね。ガハハ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 英語で読むとそんな感じになりそうですね。あ、これちっちゃい、幽霊かな？かわいいね。私たちみんな中国だったりして、効率を優先してみんな中国だったりして。で、ちょっと、猫ちゃんの、今いる場所は。猫ちゃんが、あ、ここか。猫ちゃんは、どうなのかな？今までイベント中一度もね、他の先生たちのとこ見てなかったんだよね。26360。お、猫ちゃんのとこ来た。あ、待って、これスクショで見たわ、ツイッターで、ね、猫ちゃんの神。え、でも猫ちゃんこういう派なんだ。猫ちゃんちゃんとするタイプなのね。
すごい囲んでるし、あれこのレイアウトなんかちょっと見覚えあるくない？なんかすげえ似てるくない？やっぱりなんかうちののぴのさ、ののかのぴ神ってやつにすごい似てない？ Is it a cult? I think it's like a running joke for with her and her chat. あれれ、あれ似てない？気のせいかな？ただ似てるだけかな？まあ似ちゃうよね。同じような装飾があったら似るよね。なるほどね。猫ちゃんは隅っこにこうやってやるタイプなのね。でも猫ちゃんすごい整理整頓してるね。本人がおかしいなっていうな。え？本人が言ってないよ。いやー、4人のうちで一番整理してるのは猫ちゃんだね。あ、でももちちゃんちょっとさ、ちゃんと見てなかったわ、そういえば。ちゃんと見てなかった。ちょっともう一回もちちゃん見ようか。えりちゃんは、まあ、全部隅っこに寄せるタイプで、もちちゃんなんだっけ？もう一回見よう。さ、ちゃんと物色してなかったわ。ガハハに気を取られちゃって。あれ？どここれ？どこ？あ、間違えてんのか。どこ？切りに行っちゃったよ。どここれ？え、待って。おう、あ、ここか。ここに探索しよう、ちょうど。1177-326 か。326。え？え？また間違えた？え？どこ？あれ？どこ？え？え？どこ？あれ？もちちゃん違う？あれさっきどうやってたどり着いたの？もちちゃんとこ。え？ 1177。あれあらら。1177-326-3326。え？どこ？え、待って、ちょ、もう一回。え？間違えてる？引っ越ししたのかな？これ番号。間違ってる？さっきと違う番号入れてる？いや、そんなことないはずだぞ。あれ？数字合ってるよね？もう一回。もう一回もう一回。1177-3326。よし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 。これで飛んだ飛んだ。オッケー。もちちゃんもでも、分けてるタイプか。でもやっぱり一番綺麗にやってるのは猫ちゃんだね。やっぱ真面目ですね。性格が出ますね。出た出たよ。あ、もちちゃんはでも、こういうスペースとかには全部寄せずに、普通にまとめてはいるけどね。でも装飾もあるし。Kind of funny that everyone is playing this civilization. Oh no, it's like an event with all of us. With all of Terametara Gakuen members. って感じですね。よし、じゃあこれ全部先生見たね。まあ4人の中だったら猫ちゃんが一番綺麗ですね。これはもう、パッと見、一番綺麗ですね。じゃあ、今日はもうね、みんな遅いもんね、日本今。わ、もう1時、0時半じゃん！よし！ん？なんか新しいの出てる？どれどれ？これ？わ、すごい！誰だこれ！あ！夏目さんち、夏目さんちのとこも行こうかなって言おうと思ったんだけど、夏目さんちの場所わかんねえやと思って。さすがに、あの公式ページに書いてあるところと違うでしょ、もう。すごい！誰？と思ったらマパだった。え、誰？って言おうと思ったんだよ、最初。かわいい！え、これツイートした？どうだろう、夏目さんちも見てくれたかな？かわいい。かわいい、すごい。ちゃんとメガネでね。で、さやさん目がにっこりしてる。かわいい。うますぎ。これもすごい時間かかるでしょう。すごいですね、ぬえさん。まだしてない。いやー、きっと、
あの、見たら喜びますよ、マッパたち。かわいい。表現度、再現度高い、本当に。ちなみに、試しにちょっと、マッパたちの場所ちょっと見に行くか。あるか、わかんない。イベントページに書いてある、あれ、ちょっと違いそうだけどな。もう変わってそうだよな、さすがに。どうだろう。意外と変わってなかったりして。どうだろう。367。367。212。あ、いた!あー、なるほどね。でもちゃんと、分けてるね。これ誰がやったんだろう?ゲンさんかな?タヤさんかな?それとも二人でやっぱりやってんのかな?なんか、1、レイアウト担当みたいなのでやってんのかな?やっぱりね、みんな中国でやってますね。一番効率がいい。シンプルだね、シンプル。いいね。シンプル、本当にシンプル。エイン先生の近く、あ、エイン先生の近くなんだ、これ。みんなどんな感じ?これか、これで見ればいいか。あ、ほんとはエインさん、エインちゃんとこ近いわ。のぴどこ?え、のぴめっちゃ離れてんね。すごっ。うわわわわわわわ。まあ、よし、じゃあ戻ったので。じゃあ、今日はこの辺にしましょう。皆さんね、もう夜中過ぎて、過ぎたので。もう新しいの、見せてないよね。オッケーオッケー。ありがとうみんなさやさんは紛れてるって言ってた。あ、ほんとに?二人でレイアウトこれここにやろうみたいな感じでやったんだろうな。We are big. 確かに、ノピリアでっかくなったよね。みんなね、ピノでね。いや、ピノ食べてーピノ食べてもう日本行ったら絶対ピノも食べるわ。すごい。え、待って、すごくない？え、待って、ここまで伸びてた。え、すごくない？めっちゃすご。記録なったね。いやー、すご。皆さんが、すごい、本当にありがとう。本当にすごいよ。いやー、すごい。おーおーおー。こうやってあまり見ないな。いつも探索、いつもこれでしか見ないから、全然みんなの領土とか気にして見てなかったや。のびちゃんが寝てる間に頑張ってました。いや、本当に、朝起きたらチャットがすごすぎて、遡るねってぐらいすごすぎるから、毎回。全部遡れてはないんだけど、何かしら会った時は、あ、昨日はすごい大変だったんだな、っていうのね、いつもさ、このメールでさ、とか大体分かったりとか、あとは、なんだ、同盟のさ、ここのギフトの量で、わ、みんな昨日の夜すごかったんだなとかっていうのね、すごい伝わってるので、これからも、あと、来金のイベント終わるまで、いつでしたっけ ?22 日ですね。22日の18時までなので、皆さん、ぜひ、最後まで一緒に頑張ってくれると嬉しいです。のびもね、他の先生たちも、みんなね、それまで頑張るので、一緒に、最後のね、優勝の CM とかをゲットできるように頑張りましょう。頑張ってくれると、すごく嬉しいです。ほんとみんなで一致団結して頑張って、ほんとだよ。今回のね、これをプランするのもね、みんなでね、話し合ってやってくれたんだろうなってわかるから、すごく嬉しいです。ありがとうございます。皆様のピ先生、お疲れ様です。あと少し頑張りましょう。あと少しだよ、本当に。いや、1ヶ月長いなぁと思ったら、あっという間だったよ。もうあと1週間だよ。1週間もないわ。1週間弱だよ。先生たちのテレビシーン見たいです。本当、見たい。のぴもね、見た、まあ、直接は見れる可能性低いけど、みんなのね、動画とかから見れるから、一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。で、結果、中間発表がもう出たので、最終時点の発表が、あ?最終の計算が9月22日の18時にきっとされるんだろうな。なので発表はどうだろう ?22 日中に出るのかな?出るといいね。いやー、ドキドキだね。でもね、のぴはね、みんなのことを信じてるよ。いい感じだよ。
すごくいい感じです。はい。なので、あとちょっとだけ頑張りましょう。はい。このね、なんか日曜日にあるらしいので、皆さんね、日曜日にやりましょう。はい。じゃあ、今日はこんな感じで終わりたいと思います。みんなありがとう。本当にみんなね、デザインも作ってくれてありがとうございます。とっても可愛いです。で、ぜひね、X ある方は X に載せてください。そこからのぴが、保存します。保存させていただきます。大魔王様に負けないように頑張りましょう。 It's cool to see so many people participate. I know, I didn't think so many of you would participate, so I'm really, glad and thankful. Yes, おすのぴです。はい。じゃあ今日この辺で、明日ね、明日配信やります。明日配信あるので、皆さん起きてたら遊びに来てください。明日はね、今日より30分早く、30分早くやると思います。まあ、スケジュール見てください。明日は久しぶりの英語の授業です。皆さん、見に来てくれてありがとうございます。今日はちょっとね、案件配信なので、レイドはなしにします。はい。じゃあ、Thank you everyone for coming as always. Have a magical night. Sleep well, and I will see you tomorrow night. 明日の夜にまたお会いしましょう。ありがとうみんな。Good night. Thank you. Bye guys. おつのぴー。